はい、どうも、勘九郎です。今日はですね、病院の日なんですよね。なんでちょっと、まあなんかあるわけじゃないんですけど、カメラを回してみようかなと思います。はい、今からちょっと病院行ってきます。はい。はい、今ね、病院の近くまで来たんで、ちょっと行ってきます。相変わらずね、緊張するんですけど、ちょっと頑張って行ってきたいなと思います。はい、病院が終わったんで、今からちょっと公園でも行ってみようかなと思います。いつもの公園ですね。はい、ちょっと行ってみようかなと思います。チャンネル登録よろしくね。缶コーヒーも飲んだんでね、ちょっと帰りたいなと思います。ちょっと暑いんでね、帰ります。はい、帰ってきました。血を取られましたね、やっぱりね。しかも2箇所、ちょっと左手ここと、あと右手こっち、一回失敗したんですよね。で、右手も取られました、これ。失敗ってあるんですね。あと、なんだろうな、やっぱりなんかね、病院になんか僕緊張するんですよね。なんでかわかんないですけど、肩ちょっと力入って、なんかちょっと緊張しましたね。でね、病院行ってきただけじゃちょっと、まあ、動画的に物足りないんでですね、今日の一日のね、ルーティーンをこのまま撮影してみようかなと思います。はい、今からね、疲れたんでちょっと休みたいなと思います。はい。
よっしゃ。暇ですね。まあいつもこんな感じなんですけど、ギター弾いててもすぐ飽きてくるしね。どうしようかなっていう感じですね。うん。はい。もうちょっとね、家着に着替えました。もう出かけないんでね。あとは暑いっていうのもありますね。暑いんでタンクトップにちょっと着替えました。あと下はね、もう短パンです。短パン。さあてどうしようかな。もう基本的にね、毎日やることないんですよ。なんで、TVer でも見ようかなってちょっと今思ってますね。TVer で、今、シティハンターやってるんですよ。そのシティハンターをね、毎日更新されるんで、それちょっと今日のやつ見てないんで、ちょっと今から見ようかなと思います。はい。ミュージック界の会長ミュージック界1週間前だからよりこのもっこり太ももちゃんの方がそれはね皆さんマイナポイントって知ってますかね。なんかマイナンバーカードを作ってなんかポイントがもらえるんですよ。2万ポイントだっけな ?3 万ポイントだっけな、ちょっと忘れたんですけど、お金に換算したら結構でかいんで、それ申請してるんですけど、それのね、状況をちょっと確認してみたいなと思います。マイナポイントね、これですね、これ。これ知ってますかね?マイナポイント。今僕申請してるんですよ。それのね、状況をちょっと確認できるんで、申し込み状況確認っていうやつがあって、それちょっと確認してみたいなと思います。マイナンバーカードがね、いるんだよね。確定になってるんだけど、まだポイントは入ってないと思うんだよね。うん。どのぐらいかかるんだろうな、これ。僕、オリコポイントにしたんですよ。なので、オリコポイントの方をちょっと確認してみたいなと思います。この申し込み済みになってますね。申し込み済みになってるけど、まだ入ってないですね、ポイントは。マイナポイントってどのくらいで入るんだろう。2、3日後?2、3日後だったら変だけどね。あ、これ楽天ペイアプリか。楽天じゃないもんね。翌月の20日頃に還元させていただきますって書いてますね。翌月の20日頃。なんで、まだですね。多分7月中にはオリコポイントに還元されると思います。はい。ちょっと嬉しいね。うん。まあ、そんな感じです。どうしようかな。もう一回ちょっと寝たいなと思います。はい。はい。そろそろお腹が空いたんで、ちょっとご飯を食べようかなと思います。今日食べるのはですね、お好み幕の内弁当ですね。はい。これ前も食べたんですけど、まあ好きなんですよね。それじゃあちょっとレンジでチンしていきたいなと思います。はい。それじゃあいただきたいなと思います。いただきます。熱いっすね。ちょっと持てない。
熱い熱い熱い。ちょっと膝の上に置いて食べます。まずこれ竹天ですね。竹天からいただきたいなと思います。うん、うん、美味しい。ちょっとお米、うん、ハンバーグですね、これハンバーグいただきたいなと思います。うん、美味しい。で、これサバですね。サバいただきます。うん、うん、ウインナーですね。ウインナー一口でいっちゃいたいと思います。うん。あとちょっと食べちゃいましたけどコロッケも入ってますね。うん、食べ終わりました。ごちそうさまです。マリオカート8! よっしゃ。よし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 。やられた、やられた。よし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 よっしゃ、1位。はい、ちょっとサプリメントをね、飲むの忘れてたんで、ちょっと飲みたいなと思います。ちょっと今日ね、サプリメント飲むの忘れてたんだよね。僕、主食がコンビニ弁当なんで、サプリメントちょっと欠かせないんですよね。はい。と、これですね。この、スーパーマルチビタミン&ミネラルってやつも飲んでます。はい。さっき飲んだこっちは、満天野菜ですね。
はい、これ結構有名なファンケルの有名なやつだと思います。はい、飲み終わりました。はい、ね、ちょっと時間が余ってるというか何もすることがないんで、今まで今日撮ってきてた分の動画を編集したいなと思います。はい、はい、どうも、勘九郎です。今日はですね、はい、どうも、勘九郎です。はい、ね、編集ずっとやってたんですけど、3時間ぐらいやったのかな。夜の7時なんですけど、ちょっとね疲れてきたんで、そろそろやめようかなと思います。はい、そろそろですね、夜の9時半とかになってきたんで、ちょっともうこの薬を飲んで寝ようかなと思います。はい、薬飲み終わりました。あと歯磨きですね、歯磨きをちょっとしていきたいなと思います。歯磨きも終わったんで、ちょっともう寝たいなと思います。はい、おやすみなさい。